エビリンチャンネル。今日も皆さんの愛の妖精エビリンです。エビリンビーム。2回連続でメガネからビームを出してみた。前回の動画でですね、シミの種類について説明してもらったじゃないですか。今回は初めての著書ですね。から、はい、から、まあ、シミの仕組みだったりとか、肝斑についてとか続きをお願いできたらと思います。シミはシミ。え？シミの仕組みっていうと、まあ、基本的には皮膚の基底膜というところにいるメラノサイトという悪い悪代官みたいなやつがいるわけですよ。その悪代官が、まあ、シミの元になるメラニン下流というもの、まあ簡単に言うと悪代官のうんちみたいなものです。これを排出するわけですよね。でそれが皮膚の中に散らばることによって皮膚の色はくすんでしまったりシミになったりします。でそれがどのような深さにあるかというか、どういった原因で起こってくるかによってシミっていうのは違うものとして分類されています。前回説明した ADM っていうのは、まあ、あざになるのでちょっとね、出来方とかっていうとまた違うものになってくるとは思うんですけれども、基本的にはそのメラニン下流というものがシミ、くすみには大きく関係してくるものだと思っていただければいいと思います。ここでシミがうんちっていうのが解明されたわけですね。シミは悪代官メラノサイトが出すうんち、それが肌に溜まっていて便利な状態がシミの顔、そんな感じですね。どやらでもないですじゃあうんちをですね、治療していく方法ってまあ簡単に何があるのかとか説明してもらってもいいですか？最近はシミの治療っていうのってすごく進化してきてね、美容分野においては頑張ればかなり改善できるっていうのがシミの分野だと思います。ただそこに対して自分のシミの種類とかシミの状態に合わせて適切なものを選んでいくことによって、まあ、一番効率がよくシミの治療はできるかなと思うんですよね。スキンケアにおいてもいわゆる美白剤っていうのかな、シミを取る成分が入っているものを使えばシミは綺麗になります。それから最近ね、一時期廃れかけてたピーリングっていうのもすごい熱くなってきて、どんどん新製品のピーリング剤とかが出てきてシミ良くなるよっていうようなピーリング剤も出てきました。それからもともとシミの治療といったらいわゆる医療機器だよね。光治療とか IPL って呼ばれているものとか、あとフォトフェイシャルって言われてるもの、それ以外にはいわゆるレーザーよね。最近だったらピコレーザーとか人気になってると思うけど、そういったレーザー治療っていうのが、まあ、シミの治療にはあると思います。でもね先生、問題児いるじゃないですか。先生が紹介してくれたシミ5つあると思うんですけど、まあ、そばかす、ジャクラン斑、老人性色素斑、脂漏性角化症、炎症後色素沈着、ADM、1個足りないじゃないですか、言い忘れてた。そいつを紹介してください。もうね、特別すぎてそいつの名前はもう独立してるんだよね。シミなんだけどシミじゃない、特別視してるあいつの名前ですよ。その名は肝斑、肝斑。もう特別すぎて我々美容クリニックでは他のねものはシミとかってまとめて説明とかしちゃうんですけど、肝斑はもう肝斑はっていうような感じで独立した説明をします。なんでかというと、すっごい治療が厄介だからね。橋本さん、言葉聞くだけでゲロ吐きそう。本当、私たちゲロ吐きそうなぐらい肝斑と向き合ってるから、そうすると本当にね、みんな頼むから皮膚は触るな、こするな、叩くな、伸ばすなってなるわけよ。なぜならその先に待っている肝斑地獄っていうのが本当に怖い話だからです。肝斑っていうのは未だにまだ解明されてないところがすごくいっぱいあるので、はっきりとしたことを言い切れないところもありますが、分かっていることっていうのは刺激とか、そしてやはり紫外線とかっていうのが良くなくて、だいたい早い人は20代後半ぐらいからできてくる、一般的には頬の部分
にできることが多いもやっとしたシミのことを言います。でもこれってここにできるだけではなくてね、私はねおでこに行くタイプなんですよ。だから私はこっちに看板できてるタイプなんですけど、箸も全部全部じゃないわでも先生と同じです。ここからこういきます。目の上とか箸はこういってこういってなんかよくわかんないけど、箸はとりあえず全部っていうことらしいです。悲しいところにいっぱいある看板がなぜできるのかっていうのはまだ謎なところはあるんですけれども、刺激が原因で起こるって言われていて、まあ日焼けも刺激だけど、触る、擦る、叩く、伸ばす、こういうのが全部看板の原因になっていると考えられています。肝斑っていうのは本当にね BC が高くてスキンケアをすっごいやってた人がすっごいひどいっていうことが超あるあるです。本当にねエステティシャンの方とかが多分仕事上お互いにこう練習したりするんでしょうね。本当にひどくてっていうので肝斑の治療とかにいらっしゃることも結構多かったりするんですよね。だから本当に肌を刺激しないっていうことはものすごい大切だと思います。できてくるのは20代後半ぐらいなんですけれども、これは一度でき始めてくると何もしないと徐々に濃くなってくるし、徐々に広がってくるんですよね。で、肝斑の嫌なところっていうのはこの辺って基本的にハイライトが当たって一番明るくなくちゃいけないところじゃないですか。ここがくすむわけよ。だから肝斑があると一番明るいはずの部分がくすんでるのですごい老けて見えます。かつね、肝斑って一般的にこうシミみたいにぼちっぼちって分かる形をとってなくて、もやもやもやって霞というか霧というかそんなような感じで存在していることが多いので、気づいてない人が結構多いんですよ。なんとなくこの辺なんかくすんでるけど、それが肝斑であると気づかずにますます頑張ってスキンケアなんぞしちゃってどんどん悪化してるっていう人がとても多いです。そして肝斑の面倒くさいところは女性ホルモンとの関係っていうのも言われています。特に女性ホルモンの中でも黄体ホルモンに関与しているっぽいんですけれども、妊娠出産とかで悪化してきて、それから経口避妊薬とかを飲んでいる方、いわゆるピルというものですね、これを飲んでいる方も肝斑が悪化する可能性があります。なので最近すごくねピルを飲んでる方っていうのは多いと思うんですけれども、本当にピルを飲むのが大切なのかどうかっていうのはそういった意味でいろいろ考えた方がいいかもしれないですね。そして肝斑の不思議なところというのは女性ホルモンと関与しているので、女性は閉経をすると女性ホルモンの分泌量というのがぐーんと減ってきます。そうするとですね、だんだん肝斑って薄くなってきます。80歳の高齢女性には肝斑って実はなかったりするんですよね。じゃあ閉経したら少しずつ良くなってくるから閉経までほっとけばいいかっていうと、ほら女性ってそんなにさ割り切れないじゃない。かつ閉経したらすぐ消えるかっていうとそうでもなくって、多分50代60代は普通にまだ肝斑残ってると思います。ということで肝斑は基本は作らないのが一番だと思うので、皆さん作らないような生活を心がけて頑張ってくださいね。橋本さん、できないのが一番なんですけど、できちゃった時他の治療法と違うじゃないですか。これはね本当に辛いのは、肝斑はレーザー治療を頑張りすぎると悪化するっていうところ。はい、橋本さん。はい、20代前半で美容医療業界に入り、はい、気づいたり、はい、肝斑が25歳で出てきてしまいました。そこから現在どうでしょう。29歳、はい、日々戦っております。だそうです。肝斑の治療っていうのは一般的にね勧められているのはトラネキサム酸という成分が効果があるって言われています。これはトラネキサム酸の持つ抗プラスミン作用というのが肝斑に関して良い影響をね与えてるんじゃないかっていうふうに推測されているんですけれども、このトラネキサム酸を内服するっていうのも実は落とし穴があって、
で、トラネキサム酸というのは若干ですけれども血液を固まらせやすくする作用があると言われています。そして皆さん多くの方が最近飲んでいるピルなんですけど、これも若干血液を固まらせやすくする作用があると言われています。つまりピルを飲んでいる人っていうのはそれで肝斑が悪化するリスクがあります。だけど肝斑が悪化したからといってピルを飲んでいる人はピルとトラネキサム酸を一緒に飲むことができない場合が多いんですね。困ったねということになりますので、トラネキサム酸を飲みたい場合は一般的にはピルを中止していただく必要があるんですね。自分の飲んでるピルがどういうものなのかっていうのは婦人科の先生に確認していただくのがいいと思うんですけれども、そういうちょっとした落とし穴もありますのでご注意ください。じゃあトラネキサム酸は私飲めない、ピルもやめたくないからトラネキサム酸飲めないけど肝斑治したいっていう場合はどうするかというと、美容クリニックでの美容医療をやっていただくしかなくなってくるんですけれども、その時にすごく難しいのは肝斑って本当に嫌なやつなので、強い薬剤とか強いレーザーとかで治療しようとすると悪化します。本当に悪化します。なので肝斑っていうのはマイルドに治療していくしかないんですよね。で、普通のシミだったらばある程度強い出力でバチンってやると消えるんですけれども、肝斑はそれをやるとブワッて悪化をしてきます。だからマイルドにやるしかないです。ただ肝斑に対するレーザー治療っていうのは医学の世界でも結構賛否両論、意見が分かれてるんですよね。だから肝斑のレーザー治療効果ありますよと言っているドクター陣と、肝斑は刺激で悪化するからレーザー治療するんじゃなくて刺激をとにかく避けろって言ってるような先生もいたりして、まあ、ここはまだですね、そんな賛否両論っていうところはあるんですけれども、まあ、私の今までの経験だと Q スイッチアグレーザーもしくはピコレーザーを適切なパワーで当てると良くなっていく人は良くなる。でもやっぱり厄介なところはマイルドにやっても全然良くならない人もいます。はい、橋本さん。はい、お待たせしました。ということなので、肝斑っていうのはそう簡単には良くならなかったりして難しいものなので、いろんな治療を試していくうちにちょうどいいものが見つかったりするので、まあ、そこはね本当に気長にいろんな治療を試してみるしかないです。なのでやっぱり作らないのが一番、触らない、擦らない、叩かない、伸ばさないでよろしくお願いいたしますっていう話をすると、じゃあこの美顔器はどうですかみたいなのが必ず来るのね。あるあるですね。うん、医療はね交渉じゃない。先生2年弱戦ってますね。そう、2年弱言ってるけど未だに来るから、交渉はできるものじゃないんだな。神様に交渉してくださいって感じ。でも先生言ってましたよ、カラー診断やったじゃないですか。 あの時にその人たちの気持ちが分かるって言ってました。そうだね、はい、でも分かるけど人間素直に受け入れるっていうことも大切だと思う。先生はそんな人を救うべく言い続けていただければと思います。触らない、こすらない、叩かない、伸ばさない、バイバイすごいためになる回でした。一個気になったんだけど、さっきからチラチラ手のメモ見えるんです一番さ、ここが優秀なメモだと思う。忘れないからダメなんだよね。いろんなクラウドのスケジュール帳とかあるじゃない。はいはい、以外も紙もなくすし、ここっていう人コメント待ちしてます。では以上になります。